はい、皆さんおはようございます。今日は昨日の分が遅れてましたのですいませんね。この時間になってちょっと頭が痛かったんですよ昨日で。痛くてちょっと薬飲んでもね、ちょっと目の奥とかも頭とか後頭部とか首が痛かったんで、まあそのねちょっと遅れまして、昨日の夜のうちとか日が12時明けて夜中でもちょっとできなかったもんですから、なのでちょっと頑張ってですね、ちょっと昨日の分を2本分ちょっとサムネイルも先ほど作りましてですね、やろうと思ってちょっとやってみました。もうなんとか間に合うようにですね、すいませんというところで、今日は2022年5月16日月曜日、時間は午前9時7分ですね。もう夜中だったり昼だったり、いつ夜か分かりません僕はね。すいません、まあなんとかね1日2本開けようと思ってて、昨日は1本もできないということになりそうだったんで、まあやっと薬がこう効きました。頭の痛みがね、なんとかさっきやりまして、まあ短くでもねなんとかやっていきますよ。すいませんすいませんのね、というところで、まあちょっとこういうふうに、まあ秋篠宮っていう本ですね。あ、俺よかったのかな、タイトルはなんかタイトル透けちゃったか、あ、まあいいや、というとこですよ。で先にですね、ツイッターを打たせてもらいますというところで、ちょっとツイッターを打つためにはまだね頭ぼーっとしてるもんですから、いつもぼーっとしてるんですけど、ぼーっとしてる上にちょっといつも、ぼーっとしてますんで、ちょっと待ってくださいね。ツイッターを打つためにはこうかな、あ、これだ。ちょっと戻って、でそれでちょっと読み込みをして、それでどうだ、これで、あ、こうかな、これだ。そうそうね、まあ、低評価の嵐ということで、ちょっと本を出しましたけど、江守さんがね、まあ江守敬司さんですか、まあその人が出しましたけど、まあ大体この人の、まあ秋篠宮家のとのつながり、ジャーナリストといっても、これを書いた人がやっぱりこう秋篠宮家よりであったということですよね。まあそれともうちょっと、満世記じゃないですけど、もう秋篠宮家万歳記事、まあそういった感じなので、じゃあなんでここで、まあ肉声と言いますが、まあ秋篠宮っていうのは一応宮殿下とか秋篠宮家とは書かずに秋篠宮っていうふうにちゃんとこうやってるもんですから、まあこれが皇族とではなくと、人間秋篠宮個人として書いたものだということで、この江守さんはちょっと帯にも書いておりましたけど、じゃあどうなのかな、本当なのかなっていうと、やっぱりこの江守さんのまあいろいろこうおつながりを考えていくとですね、あまりにもちょっと秋篠宮家と、まあ、30年代のまあまあ、毎日新聞の時からのいろいろインタビューをしたっていうのはありましたけど、家とのつながりが多いんですね、大きいんですね。貴子様のお父様の、その方ともですね、教授とも、まあなんか自分の奥さんがなんか教授とのあれでしたね、貴子様のお父様のね、そのつながりがあったりして、で自分たちの江守さんの結婚式の媒酌人っていうのも、紀子様のお父様がやられてたということですね。まあそれで、紀子様ともお知り合いになって、でそれでまた秋篠宮様ともまたつながりとしては、まあ、仕事のつながりとしては、まあ、インタビュアーも皇室担当っていうのもあるんですけど、まあ、そこ辺から、まあ、なかなか、まあ、仲はいいという、近しいところにあるということですね。まあ、その人が書いた本ですから、まあ、大体、そこ辺で考えたらよくわかることですよね。そんな感じですよ。で、ちょっとツイッターを打っていきましょう。ということで、ハッシュタグを打ってですね、で、サムネイルを打つって、これがあれですね、サムネイルがやっぱり一番、分かりやすい、ね、
もう伝えたいことがもうすぐ5秒、3秒、5秒でわかるということです。これはツイッターを見てる人も YouTube 見てる人も同じですね。で、わかりやすいもんですから、これをまず歌させていただきます。ツイッターですね。うん。まあそれで頑張って僕もまあね、ツイッターも1万人くらいの人がちょっとフォローさんいるもんですから、それでやって、もう1回2回やるんですけど、あとサムネイル今度つけずにツイッターで打ちますと、ツイッターのウェブっていうかな、それ上で、再生ができますので、このわざわざ YouTube に行かなくてもね、だから、うん、車の中でも見れるんで、ちょっとね、これを歌させていただきました。うん、ということで、すいませんね、まあ今日はちょっと昨日どうしても体調が悪かったもんですから、まあ、頭痛いというか、それでねガンガンするもんですから、ちょっとできなかったんですよ、申し訳ないということなので、まあそれをこうやりまして、で一つ戻って、これでいいのかな、うん、というとこですよ。で、これでツイッターも、まあ、ツイッターじゃない、iPad も、コメント読みのために iPad も立ち上げます。で、これでこうやってですね。うん。まあ、そんな感じでね、すいません。もう昨日はちょっと、昨日、今日にかけては、もうちょっとできないかな、と、休むかなと思ったんですけど、まあ、それで皆さんにこう、ね、コメントを書く欄が、コミュニティ欄に書こうかなと、ちょっと休みますって書こうかなと思ったんですけど、休もうと思ったらもう簡単なんですよ、休むので。だからもう今日ねやらなかったでしょ、月曜日、まあ今日朝の1本目は先ほどやりましたけど、1本目ね、だからもう2本目やれなくなっちゃうんですよ、もう朝だと、もう今9時ですから。でももうサムネも用意してたんで、もうじゃあもうこの時間だけど、もう24時間回っちゃっていつか分かんない、俺もね、朝やったり夜中やったり、もう昼やったり夜やったり、もうランダムに行きますけど、この時間に、まあでもこの時間にやれば初めて見る人もいるでしょうから、まあそれでもやってダメならダメで OK、うん、っていうところで、チャンネル登録とかまたなんとかよろしくね。俺の動画長いですけど、ちゃんと頑張れるとこはね、ニューヨーク情報とか、たまにポツリンと雑誌でも出ないことをやっておりますよ。それと皆さんもやっぱりこう、この三宅の人たちっていうか、まあいろいろね、もうだらだら今なってますけど、なかなかこの地上波のテレビでは本当のことなんか言わない、全く言っちゃダメだっていうふうに圧力かけてきて、テレビはまあ弱いですから、そういうふうに言えないということでしょう。まあそんな中でちょっと本当のことが言えればっていうふうに思ってちょっとやっておりますよ。よかったらチャンネル登録とかね、いいねとか、また、今まで登録していた人でも、ベルマークのやつが外れてる場合があります、これ YouTube からですね外されますんで、こういったギリギリのとこやってるチャンネルはね、僕の他の人もね、まあ消えてないか、またチェックしていただいて、外れていたらまたチャンネル登録をよろしくお願いいたしますというとこですよ。ということで、まあ、秋篠宮様にね、まあのことの本のやつですね、まあ、低評価の嵐です。これ私のね、今日の後でもちょっと見ますけど、Amazon のリンクを書いております。高い。1650円ですかね。まあ、買う方は買われてもいいですけど、高いですね。それで、まあ、そこからリンクから Amazon に行きますんで、そしたら、常にね、評価が山のように出てくると思います。今見てみました。低評価の嵐です。この本に対しての評価。見たけどつまなかったとかね。まあそれで、低評価の星一つとかなんか、それでね、相当コメントが相当ね、何書いてんだとか、憲法の解釈が違うよとかって書かれてましたけどね。うん、なるほど、その通りっていうか、まあ勉強になりますけど、まあ一応そんな感じでね、まあ今日の、今日の、まあちょっと週刊、新潮か、新潮ね、それのリンクと、あとは、この、秋篠宮という雑誌じゃなくて、文庫本ですかね、それの Amazon リンクも書いておりますんで、そこをリンクして見ていただいたらですね、買わなくても評価を見ていただくと、常に新しい評価がですね、
乗っていきますんで、また皆さんにも勉強になるんじゃないかなと思います。本見るよりもこの評価を見ていた方が分かると思います。内容がね、本の内容は評価多くの皆さんが見てて一つ星で、評価の内容を見ていた方がもう内容を見て買うよりもそれが一番大切だと思いますよというところですね。その感じなんですけど、ちょっと気になることがありまして、その前に最初にやっちゃおうと思ったんですけど、つい先ほどですね、新しい情報としてちょっと出てきたことがありますが、秋篠宮様のところに行ったですね、森総領事っていうのがいますよね。ニューヨークの総領事館の総領事がいます。抜擢されたんですけどね、その人がちょっと抜擢されて日本総領事になりました、ニューヨークの。それがですね、ジャパンナイトっていうのは昨日ありましたよね。初めてちょっと行われた、まあ、ニューヨークの2万何千人かいる中でのパレードをやった。それと、まあ、ジャパンナイトがありますから、まあ、それで、ニューヨークのメッツ、それの始球式にですね呼ばれたわけですよね。で、始球式に来てください、ジャパンの、まあ、ジャパンナイトっていう、まあ、日付っていうか、その記念日があって大々的にありましたんで、でニューヨークメッツで、まあ、その日本総理事の森さん、新しいね、まあ、その人が始球式を来てくださいっていうふうに、まあ、ちゃんと、メッツのシャツを着て、練習もしたんでしょうね、始球式ですから。練習したんですけど無視されちゃって、で、あの始球式普通するじゃないですか。で、投手がちょっと投げてて交代をして1球だけ投げて、それから、うん、これから始まりますよというふうに言って森さん言ったんですが、全く無視をされてですね、まあ投手が練習してるもんですから、そこで、投手が練習終わったらじゃあ自分の番だっていうことでこうやってるんですけど、いや投手が抜かなくて練習から、で森さんは横にいて、あの投手が投げるのと同じジェスチャーをしながらモーションかけてやって、でそのうちこうやってたら、あの森さん邪魔なんで出てくださいみたいな感じで係員に出されて、何だったんだってことですよ。観客全員見てるんですから、何万人って人が。でそれはちょっと失礼だろうって、いくらなんでもジャパンデーというかジャパンナイト、それで一応読んどいて始球式の、まあね、一応ハイライトですから。で、新しい領事館、総領事館ですね、日本の。それを読んどいて無視して、まあ、投球させなかったと。まあ、これはその集中していた投手が、集中していて気づかなかったんだろうと言いますが、いや周りが気づくはずはない、気づかないはずがないと。普通だったら係員が、まあ、会場に行って、まあ、会場のキャッチャーに言うとか審判に言うとか、あそれして今これから始球式あるんですよとか止めますよね。止めなかったんですよ。だちょっともうこれは、日本に対してものすごく失礼なこと、それがありました。これちょっと見ましょうか。ちょっとね、合わせて、動画もありますんでチラッと見ますよね。これちょっとね、これちょっと、まあ、秋篠宮さんもこの方を呼んであったわけですからね、うん、まあ騒動がありました。これちょっと合わせましょうか。後でまたずらせばいいね、これね。ちょっとね、まあ日本領事館の領事が、まあ、始球式できずと。ニューヨークメッツの野球の時ですね、ジャパンナイトで騒動があってニューヨーク市は計画は不十分だったと。いやいや、そんなんで片付けられないだろうと。一応呼ばれて行ってですよ、始球式ジャパンナイトなのでお願いしますと言って行ったわけですから、係員かなんかがやってですね、練習してる投手が終わったら投手に話を言って、始球式あるからこっからやるよと。で止めさせて1球投げさせてやるべきものなんですよ。それを、また会場の係員がですね、あとは出て行ってっていうに、そう出て行ってるのがその日本の領事館が、何してんのあんた出て行ってみたいな感じで、なんか厄介払いされちゃって、ちょっと恥ずかしいような状態でした。ちょっとね、
これまだねメッツがイベント実施も、先発シャーザー気づかず投球練習、いやこれ気づかなかったとしても分かるんですよ。で投球練習終わった後にじゃあやりましょうかっていうふうに係員がやればいいんですけど、これわざと無視したんじゃねえかというふうにこう思われかねないですよね。ちょっともうヘイトっていうかちょっとなんか意地があったのと思われても仕方がないと。でこれはもうアメリカ国民も全部見ておりましたんで、失礼だろそらとアメリカ国民も言ってるわけですよ。それでちょっとメッツとしては申し訳なかったと、また別の日になんか考えますみたいな感じ。いやそれあってはならないことですよ。メッツがイベント自身もね、先発シャーザー、まあそれ気づかず投球練習していた、まあこれまでわかりますけど、投球練習が終わった後にいざないはよかったんですよ。あ、じゃあマウンドに来て投げてくださいって、いやそれ邪魔だからとも帰ってとか言って、それを言ったのがまたえらいちょっとね、まあ人種差別って言われればそうだし、間違いといえばそうですけどね、あんた何してんだこんなとこでっていうのは、その、ね、一応始球式で言われたのに、なんでこんなとこいんのとか言って、外に出されちゃった、すごすごと引っ込んでいくのが、ちょっと気の毒だったですよ。ね、まあ、13日、日本時間14日ですね、まあね、メッツ、マリナーズ戦で思いがけないハプニングが起きたと。ハプニングって言っていいんでしょうか。ニューヨーク市ニューヨークポストが、シャーザーが日本総領事による始球式を妨げるとの見出しで報じた。だシャーザーだけに、この投手だけに、じゃああれしていいのかって言ったら、終わった後行けばいいか、ね、よかったわけですから、ちょっとギクシャクしちゃって、ちょっと問題ありますよ。やっぱりニューヨークって言ったらヤンキースやっぱそんなになってくるよね。こんな失礼なことをやりやがってっていう、まあね、この日はジャパン、ヘリテージ遺産、ね、ジャパン遺産ナイトと銘打たれ、日本に野球が伝えられてから150周年を記念したイベントをメッツが実施、在ニューヨーク日本国総領事館の森美希夫さんですね、大使が始球式を務めることになっていた。ね、しかし先発のシャーザーがマウンドで投球練習を行っていたため、モル氏は始球式を行えず、同氏はシャーザーが集中しすぎて何が起こっているのか理解していなかったと言及。間違いなくこれはシャーザーに全ての非があるというわけではなかった、計画が不十分だったと述べたということですが、ちょっと失礼すぎる。まあちょっとね、失礼すぎましたね、これは。ちょっと、森さんもね、なんかひげを生やしてワイルドな感じで、結構練習していったんだと思いますよ。それと、長く、こう、前回でも言いましたけど、これ経験問題があってですね、経験問題があって、前の総領事がですね、いろんなことをちょっと、見過ごしていたんですよ。まあそれでちょっと責任問題もあってですね、まあ向こうに行かされたということもあるわけです。この表に出てないですよ。で総領事になる人っていうのはこれなかなかやっぱりなれないんですよ。あのニューヨークの総領事って言うと、もうね、世界の経済を司るニューヨークに日本の総領事ですから、なかなかこれ普通だったらみんなが行きたいというところですね、行きたいところなんですけど、ひょっとなぜか森さんが上がってきたということですよ、知らない親方って。でこれも言いますけど、森さんが上がってきたっていうのはこの人はですね、経済畑とかそういうのではなくて、今まではアフリカ諸国、アフリカの全土とかの諸国をいろんな小さな村とかそういう人を当たっていってですね、それをある程度領事を やっていた人です、外務省としてね。でまあ昔あの秋篠宮殿下と、眞子さんが小さい頃に、旅行した時に、まあ、アフリカでですね、まあ、いろんな、2人が旅行する子供の時、まだ眞子ちゃんがね、でいろいろお世話をした方でもあります。
でどちらかというと、もう、経済畑のニューヨークという派手なところではなくて、そのこういった、アフリカの、その人たちとの付き合いが長かったと。でアフリカの人に聞かせるとですね、これがそのアフリカの村長とか長老とか、まあ、いろんな政治的なことも抱えておりますよ。内戦があったりとかあるんですが、アフリカの村長とかそういう人たちはですね、いきなりそんな領事館が来てももう信用しないそうです。ただ森さんは長くそういうふうに言って、いろんなアフリカの中のいろんな実力者村長とかそういうのといろいろ知っているっていうことなので、うん、森さんだったらということである程度話が通じているところがアフリカではあるそうです。そんなふうに人を信じないそうですね。で森さんだったら信じるという形で、だからもうずっとアフリカ畑だろうと言われてたのが、急遽ニューヨークにですね、抜擢されたわけですよ。これの分が、だから前回こう言ってましたけど、まあ、僕のとこで、まあ、いろいろ熊さんがいたりして、まあ、最近来ませんけど、まあ、その、この2人がニューヨークは1年、まあ、まあ数ヶ月しかいないですよね今。まあ、小室君は1年、まあ、何年かいますけど、まあ、それで真子ちゃんをこう巻き込んでね、ちょっと世界的スキャンダルになりそうなことがあったんですけど、まあ、僕のとこでいろいろ出て、まあ、僕も推察しながらちょっと他の雑誌の人も、書きたくても行間で表さないと書けないようなことがあったんで、まあ、僕も調べましたよ。どうもちょっとやばいと。小室君自体がまあ向こうでちょっとニューヨークの有力者とかもう独自で、最初はパーティーに行ってたんですけど、もう1年大学1年までしかまともに行かない、学校に行ってない。もう2年目からバカらしいかなんか思ったか知らないですけど、ニューヨークの日系人会とか今いろいろ夜の、そういった実力者が集まるところにパーティーに頻繁に出ていったわけですね。まあその時にプリンセスマーコの、まあ、夫ということで、まあいろいろもうこれはもう独自に彼は動いていたわけですよ。ニューヨークの、まあ、日系人会とか関係なしにですね、もう事務で動いていた。で動いているとニューヨークのお金持ちとかそういうのにはもう目をね輝かせて近づいていく。でまたその近づけてた人もプリンセスマーコのフィアンセみたいな感じで言ってた。おおすごいじゃないかということで、まあいろいろ知り合いになる。それでちょっとまあ年頃っていうわけじゃないですけど、まあそういう形でね近しくなっていくと。でそれでちょっといろんな問題があったわけですよ。まあそこはまあ、僕と、まあ、ここではですね、ジャックさんとの情報とか、また僕のとこにも、まあ、政府の関係の人も来ていて、まあ、熊さんもなんかそういった感じだろうということで、ちょっとそれを、やばいとこが来てるんじゃないかという話がなってたら、ドンピシャリそういうことだったらしいんですよね。でちょっとそれはちょっと阻止しなきゃいけないということで、だからまあはっきり申しませんか、2人の結婚指輪がされてないでしょう。そういうとこもありますね。あとはまあ、まあ前々から言いますけど、まあこれ信じるも信じないもあなた次第ですから、まあブラッドダイヤモンドっていう映画がありましたけど、まあそういった感じでっていうことですかね。まあそれでそういうふうにやらかしちゃったっていうの、前の人はだから何してたんだって領事館飛ばされましたよね。うん。まあ優秀な人ですけど、じゃあなんで森さんが来るのって、皆さん不思議に思ってるでしょ。なんでニューヨークでアフリカ畑の人が来るんだと。で経済的なものではないのに、なんでその領事館として来るんだと、まあそういうことを、まあ3つ目じゃないですけど、そういう方って素早くちょっと対応してですね、外務省とかそこへんが早く対応したから、まあ、ことが大きくならずに済んだということですね。まあ変な輩がついてきてたわけですよ、小室君にね。騙されてそうになってたって若いあれですから、まあそれでなんとかできたということです。それで、じゃあ次の人はということで、外務省が日本でやっぱいろいろ決めてやった時に、そこを押さえつける時にはやっぱ森さんがいいんじゃないかということですよね。わかります？もう、
森さんって言ったらやっぱり今ですね、世界でこれから世界の埋蔵量というか、まあ何かが、何かというか、これから世界がいろんな豊かになっていく時のためにはですね、アフリカの、まあ地質学とか、それでアフリカにしかも、その金とかダイヤモンドとかそういったものはもうあそこにしかないと、宝の山はそこにしかないと言われております。もう少しはねロシアとかありますけど、もう大きなもんと言ったらもうそこにしか地下資源がないと言われてるんですよ。もう世界ではこれはもう誰も知ってるとこですね。アフリカにしか地下資源っていうのは、掘っていけば何か出てくるだろう、石油が出てくるかもしれないけど、まだそんなことはしない。ただ、まあ、金だとか、まあ、鉱物資源、それと、まあ、ダイヤモンドとかもありますけどね、まあ、そういうのを持ってきてですね、まあ、ニューヨークの、ニューヨークでは、ダイヤモンドシンジケとか、まあ、ダイヤモンドの取引価格決めるとことかもありますよ、世界のね、あります。で、まあ、非合法に持ってきたりとかなんとかっていうのもありますし、まあ、世界で一番のやつを持ってるのはデビアスっていう会社がやっぱり一番ダイヤモンドについては持ってますよね。まあ有力者ですよ、ここもね。しかしこれをまあ値段は乱高下しないように抑えなきゃいけないと、まあ、常に毎年同じ値段にするようにしなきゃいけない。まあそれでニューのまあ取引所っていうのがあるわけですよ、シンジケートっていうのがあるわけですけど、まあそこに入ってくるためにはですね、まあ内戦からなんからアフリカですから合ってるんですよね。で、採掘権とかなんとかを取るっていうのはみんなそこにですね、まあ武器、内戦のための武器を片方に送ったりとか、そういうことでやって、結局戦いが向こうの人は先ですから、じゃあそういうふうにやれば採掘権と、まあ、取れ高払いのやつでじゃあいいよということになりますと、まあ、潤沢なそういった取引ができるわけですよね。だからでもそれもですよ、変なやつっていうか信用しないやつはこれ、取引しないわけですね、尊重とかダメって言えば。でもその森さんはそういうのがもう結構強いっていうところですね。でちょっとこの2人にこう近づきになってるやつらが、そんなやつがいるんで、この人を持ってくればにらみが効くということなんですよね。そうっていう、あんまりにもこうちょっと、やれば、まあはっきり言ったら森さんが脅しが効くということですか。まあいろんなアフリカの知り合い、森とか言ったらもう知ってるわけですから、若い時からずっとアフリカ回ってるわけですから、どこどこ村長とか言ったら、じゃあもうこいつたちがあれするんで、もうあそことは取引しないでとか言ったら、ちょっともう汗冷やせかきますよね。だからちょっとやばい人が来たっていうことで、今まあそれの押さえつけができてるとこかなというとこですか。じゃないと不思議でしょ、今までその外務省の中で足引っ張り合いがある中で森さんが出てきたっていうのはちょっとワイルドな人ですよ。の悪い人じゃない、体もでかいしね、ワイルドな人、まあそのね来てるんですが、このバカたちは分かりませんね。野球バカ、これは分かりません、そんなことは知りませんから。そんなすごい人って知らないんですよ、この野球バカは。知るはずもありませんね。まあだからすごい人なんですよ、本当言うと、本当言うと。でこれからですね、これはもう余計なとこだったらすいませんね、これは関係ないんだ、ちょっと動画を見なきゃね、これじゃないや、ちょっと待ってよ、このハゲを見せるために俺一生懸命頑張ったんじゃないんですよ。生配信違うな、あこれだ、あ実際の映像こっちの方だな、あこっちの方だ、そうそうそう。でこの野球バカというか、このアメリカの人も分かってませんね、そんな話は情報も向こうに一切言ってないですから、もうこれ知る人もほとんど少ないですから、僕のチャンネルに来てる人だけですから知ってるのね。まあちょっと僕もそういうふうにね教えていただきましたし、あなんかジャックさんとうとうなんか外務省のなんか人事権まで変えちゃったねとかいう話があって、ちょっともう本人もびっくりしてましたけどね。
まあ、僕もそこまで行くと思ってその、ね、ゲスの勘繰りで推察したわけじゃないですけど、これはもともとねやっぱり若い向こうの日本のですよ座敷者なんかも言いたいとこだったんですけど、あ、これこの人なんか言い始めたけど言えねえんだなとは思って、情報はそういうとこで、まあ、行間を読むというとこで僕もやりましたんで、もうすでに小室君の周りにはもうそういう人が、いや危ない輩がついてると、危ない人たちがね。で、まあ、そういうふうに何でもそういったダイヤモンドの取引所入国は、これはもう全くのクリーンなとこですよ。デビアスにしてもクリーンなとこですよ。クリーンなんですが、そこに物を持ってくるっていう人たちは、これは怪しい人が多いということですね。だからバカスカ内戦に対しては武器を供給すると、武器を供給してくれて、まあ、その内戦でちょっとある程度広げた時には、じゃあ採掘権をということになると、まあ、いくらか取れたかということであれですけど、まあ、そういった、ことで信用を、ね、して取引をしていくということですけど、まあ、安い値段でやっていって、ね、ダイヤモンドは、まあ、ブラッドダイヤモンドって映画でもそうでしたけど、日本はかなり、そういうふうに、まあ、地のダイヤモンドって言われてるんですよね。地元の人たちはやっぱり労働作業もすごくて、で結局利益は白人に取られていって、でいい値段がここでつけられて、ラウンドカットをちゃんときれいにしていって、日本なんかも世界2位ぐらいとか結構そうだったやつですよ。だから映画で、昔の映画で、あ、それも日本人もやっぱいいお客さんになってる、考えなきゃいけない、結婚の時とかいいお客さんらしいんですね。だからこれはブラッドダイヤモンドっていう地のダイヤモンドっていうことは皆さん分かってほしいっていうのが、レオナルド・デカプリオの映画であったんですけどね、まあ、そういったことですよ。で、まあ、そういった武器供給とかなんとかしながら、まあ粒を揃えていって、まあそれをどっかが誰かが、ものを持ってくるということですね。そこでまあダイヤモンド価格が決められる。まあ、その、ね、関連する人たちがということですよ。でそれでまあ阻止はできたということですのでね、今後またどうのこうの言ってくるようなあれがあれば、まあそういった意味で人事権というか村の村長なんかを知ってる人の森さんがいるだけで、ちょっと悪いやつらがちょっとあれを出せない、ちょっと森さんにちょっととあれをしたらちょっと大変なことになる、商売がうまくいかない、それをあれしてちょっとね人事が変わっちゃったんじゃないかという話もありますし、まあ一つはその施設ですよ、施設。ただ、これからはですね、世界の状況を鑑みたときに、地下埋蔵資源があるっていうのはもう間違いなくアフリカなわけですから、それをね、やっぱり経済を掴んでる森さんが、まあ、なったっていうところはそれが順当なところじゃないですか。でこれちょっとね動画を見ていただきますが、これがちょっとね森さん当主の後ろの遠いところに森さんがいますけど、なんか手持ち無沙汰みたいでね、結局気の毒なちょっと動画になりますけど、ちょっと見てください。後ろでこう投げる真似しちゃって、もう次はね自分が投手で投げるかなと思って待ってんですけど、こう何万人もいるんですよ、テレビ中継もやってて。でこの間この後ですね、これにはちょっと載ってないですけど、この後ねなんか係員に促されてですね、ちょっと外に出てくださいとか言って、それでちょっとねもう大恥をかいたというか、で あと分かってる人、アメリカ人の人もちょっと失礼じゃないか、いくらなんでもと、そのわざわざ日本総理事館のあれをジャパンナイトで読んでおいて、それでそそくさとお前違うよっていう、それはちょっと紳士的じゃないし、ちょっと恥をかかされる、これはアメリカ人だって怒ると思いますよ。そんなことやっちゃいけないだろうという、まあ、ちょっとね、まあ、ツイッターであったらね、多分またあると思うんですけど、ね、これはどうかな、ちょっとごめんなさいね。これツイッターであったら見れるかな、ツイッターにあるかな。
ツイッターでですね、これでやってみようか。日本総理一の出番なし、メッツ謝罪、ジャパンデーに水と失礼にも程がある差別かとね、もうそんな感じで言われておるんですよ。差別かお前はという、ちょっともうこれはいけないでしょう、伝達ミスだろうと言われておりますが、こうちょっとでかくしてみる。ちょっとね、ほらなんか やってんですけど、もう引っ込んできてとか女の子に言われちゃってで結局森さんかわいそうに、ほらもう引っ込んできてとか言って、そうだったのとか言って、でまあちょっとね、ちょっとかわいそうな気の毒なちょっと状況ですよね。えちょっと失礼だろうっていう、アメリカ人でさえこう言ってるわけですからね、そんなね、始球式できずニューヨークでね、ちょっといろいろこれまた問題が出るんじゃないでしょうかね。もうたくさんこれちょっと日本人が馬鹿されたっていうような感じですから、ちょっとやめてよっていう感じ。まあそれが森さんだったっていう、これはニューヨーク総領事としてアメリカに行く前に、KK のねお二人さんというか紀子様と秋篠宮殿下にわざわざ呼ばれて、まあ娘をよろしくと言われたのかな、ね、まあそんな感じで、ね、森領事がね、結局ガン無視周り何してたのってね、ちょっと残念、ちょっと日本人としてもちょっとそれはやばいだろうということですよ。ちょっとこれがね、まだ新しい9時間ぐらいかな、まあ新しいやつですよ、ニュース的には。ちょっと残念かな、ちょっとと思いました、それがちょっとね、それでした。まあ、それとちょっと秋篠宮家のね、それも関連もあるもんですから、それと私たちのジャパンデーというかね、一応ね、せっかくニューヨークで行われていたのにちょっと水差しちゃったよと、またこれでニューヨークメッツはやっぱダメだなと、やっぱヤンキースかということになってくるの、ニューヨークやっぱヤンキースだよねとか言ってなってくるよね、メッツんな感じになってくるよね、まあまあそういうとこから行きましょうか、というとこです。まあ内容的に言うと、まあそういった、まあ本の内容になるんですけど、まあそれでね、まあそういったことも結構ジャックさんもね、よかったんですよ、よかったっていうか、やっぱり日本国のためには結構、宮家のためにはよかったということですよ。まあちょっと世界的なスキャンダルになりそうだったということで止められたわけですからね、まあここだけの話ですけど、まあ過去のその詳しい話はもうちょっと言えることはもう前に言ってますからね、まあ、言えることは今のところそこぐらいですね。でそれとまた、こんな風にですよ、まあ、今結果的にはこの戦争がやっぱりウクライナとなってましたけど、地下資源を持つアフリカとの、これはあれを持っていないと日本もやばいよっていうところですか。中国なんかもうそれを分かっていて、ずいぶん昔からね、携帯電話とかロシアでもそうですけど、アフリカに対してこうやっていたわけですから、日本もそれで遅れてしまうとですね、まあこれから先アフリカで開発するものとか一緒に仕事していくものとか、そういったところに食い込んでいくためには、だからそのアフリカ畑にいるこの森さんっていうのはちょっと経済でも関係なくはないということなんですよね。だからまあ悪くはない、悪くはないあれじゃったんじゃないでしょうか、森美京さんが今こういうのになったって。ただただこの人たちの経験のためだけに生かされたんだったら、それはちょっと気の毒、ちょっと気の毒ですね。そういうためにあれした人じゃないんだけどなっていう、割とワイルドな人よ、背も高いしがっちりしてて、ちょっとね、俺の知ってる人に似てるけどね、知ってる人っていうか、なんか、今までにないタイプなんですよ、あの外交官とか、あの総理事件になった人は、全くいないタイプ、あのガリ勉とかではない、
割と自由なアフリカで過ごしていったという、それでもいろいろこれからは世界で地下資源に対してですね、何かをっていうのはもう世界中でみんなが思ってますから、これも日本もやっぱりアフリカのあれにしては遅れちゃいけないというのがあるので、ひょっとしたらこの人は今後結構いい位置になるのかもしれませんね、モーリーさんね。そういうところです。まあ大抜擢ということで、それはもう聞きました。とんでもそんな入るような人じゃなかったのが大抜擢になっちゃったって、ニューヨークの総領事館になるっていうね。まあそんな感じで、ちょっと残念。メッツはダメだよ、あれは。ちょっともう一回ちゃんとやらしてよ、ちゃんと。まあニューヨーク、ヤンキースでやろうよ、ヤンキースで。メッツいいから。ヤンキースでやりましょうよ。ねえ、森ちゃん。森ちゃんもちょっと出してよ。ちょっと、ガタイもいいからね、練習したと思うよ。ちょっと、始球式の。うん。まあ、秋篠宮で伝えたいことはね、前代未聞です。まあ。これでも言いたいことはもうこれ自己弁護ですね。自己弁護と名誉挽回です。で、去年の10月にはね、まあ娘が PTSD になったとか、なんとかっていうのも、これもね、国民、まあいろいろ日本で出してる雑誌があることないこと書き上がってということですね。それをまた日本人の人もね、信じちゃって、そういうふうになるから、それ良くないんだと、また誹謗中傷するやつなんてのは、これはまた宮内庁と話し合いをして、なんか法的とは言いませんよ。あきちゃんは言わなかったんですけど、もう心の中で言いたかったのは、もうなんとか法的に訴える方法はないのかと、そういったあの新しい枠組みとか、あれを作りをしなきゃいけないというふうに言ってたじゃないですか。でもこれ難しいんですよ、この今の表現の自由があったりとか、また不敬罪でも復活させんのあんたかっていうね、不敬罪というのを敬わない人、そんなのはないから、もう、戦後は亡くなりましたから、人間天皇ですから。でもしそのもちろんそのね、人権というかそれがありますから、まあ秋の宮家とかそういった皇族の方に対してあまりにも誹謗中傷が多い場合は、これは内閣として総理大臣とかその大臣とか、そこがですね、この皇族に代わって、その誹謗中傷する一般人とかに、ちゃんと法的な処置は下せますよ。下せます。それはもうとんでもないことはやられますけど、ただそこに持っていくまでが、そうそう調べていかないと、表現の自由っていうのがあるもんですから難しいんですね。で一生懸命なんかそんな言ってましたけど、まあ無理だということは分かったんじゃないですか。自分ではそういうつもりでこうね、枠組みを考えなきゃいけない、971条ともとか言ってまして、法的に訴える方法ぐらいまで考えたんでしょう。でもそれは無理だよっていうことが分かって、まあそれで、ちょっとあまりにもやらかした三宅ですから、自分のうちがいろんなことがまあ出過ぎちゃって、だからなんとか自己弁護する方法と、まあ名誉挽回するためにこの本を出してですね、まあ、肉声告白とか暴露本とかか思わせといてね、ただ一三宅のつぶやきだったということですね。まあそれを忖度する記者が書いただけっていう、結局そうでしたよ。だから内容書いてることは、このリンクありますんで、まあとでも見ようか。リンクありますんで、そこで、ちょっとリンクも見ていきましょう。で、結構ね、いろいろ書かれ方してますよ。これちょっと見ましょうか。1、2、3、これリンクでいきますからね。でこれが秋篠宮っていうやつですよね。これちょっと後でも合わせようね。でこれがアマゾンのレビューになりますね。でこれがカスタマーレビューね。星5つが 20%、 4つが 4% ね。あとはもう星1つ 70% からわかるでしょ。星2つが 76%、 もう 76% が1つ2つでほとんど見る価値なしとね。だからまあ声は万歳の人ですけど、もう70何パーセントね、わかるでしょ評価。まあいろいろね、こういった評価あんまりアマゾンも気にしていてですよ。でこんな意地悪なやつはやっちゃいけないとかいうふうにもう言っておりますが、
でも結果的にこういう風になってますからね、なかなか難しいとこですよ。ちょっとこれ読んでいきましょうかね。このね、ジョイレビュー大賞日本ね、2022年5月12日ね、まだ1か月前ですよね。まあ11日に発表でしたが、すぐ買って読んだんでしょうね。皇族には憲法は通用されませんよ、本当に法学部なのということで、この江守坊はね、結婚の仲人を秋恵夫妻が冷たくらい仲が近い、どう考えてもかばうつもりの書籍であると。一人の人間であるなの、自分も憲法を遵守しないといけないから、娘の結婚も本人の意思によるのだと、本人の意思の夜にだの。本当にこの秋宮さんはね、頭が空っぽなんだ。まあ、あんまり読むといけません、これね。ちょっと、これ、皆さんね、リンクを書いておりますんで、そこでね、まあ、レビューを見てください。ね。あんまりこれ、あんまり読むと、これまずいな、俺はね。まあ、そんな感じね。うん、まあ、ことわざ、まあね、ってすごいとこ、まあ、ことわざってすごいなぁと、類義は友を呼ぶ。この言葉につきます。どんなの、自由が大好きな孔子様。偽善に満ちた主張。まあね、被害者をかばうな。まあ、いろいろこう、だいぶ枯れておりますね。まあ、そんな感じでね、まあ、リンクを載せておきますんで、この Amazon リンクから買わなくていいですから、ぜひともこの、カスタマーレビューをね、見てください。でもこれもね、ちょっと60件のグローバル評価、これアマゾンがちょっとまた買いもせずに悪いこと言ってるって言ったら、これを削除するかもしれません。アマゾン結構そういうふうにするんですよ。あの、わざと悪い評価だけをつけてやると、もう本が売れなくなるんで、ちょっとそうだとアマゾン介入して消す場合があります。それだけはね、まあ今のうち見とくか、また、でも増えるのかな、買った人が本を読んで、ちゃんと買うという人もいますからね、それで評価が悪いという人もいますから、なんとも言えませんけど、ということですよ。ということで、コメントを読んでいってですね、そしてこの内容は週刊新潮に載ってますんで、それをさらっと読んで、終わります。ということで、皆さんのコメントをですね、読ませていただきますね。ということで、すいませんね、コメントを読みが遅くなっちゃって、もう目が疲れちゃってるよ。なんかすごいんだよ、なんかね、顔も引きつるっていうか、ちょっと柔らかくしないと、顔もね、あのマッサージしないといけないって言われてるんですよ。まあね、目も痛い、目の奥が痛いよね、歯も痛い。というところで、ミントチコちゃんさんね、第2をお邪魔します。ありがとうございます。ミサマさんね、ジャマさんを無理なさらず、はい、無理なさらずやっていきます。でも今日は無理しないと、2本目がちゃんと作ってないと、どうにもならないんで、これだけはやるようにしました。だから俺、あれなんですよ。もう嫌だとかやめようと思ったら、もう悪魔が来て、やめちゃもう寝ちゃえよとか、だ天使が来て、せっかく決めたんだからやんなきゃダメだよって言って、まあ天使と悪魔がこう俺の中でやってね、眠れとか言われちゃってですね、どうせ痛いんだからゆっくりしなきゃとかって、でもそのゆっくりしなきゃ体もあれだけど、やることやらないととか言って、まあこういろいろこうそれをね、頭の中で天使と悪魔の言葉を聞きながら、でもう俺もうやらないとだったらもうずーっとやらないですもん。もうめんどくさーと思ったらもうやんないんです。で、ちょっと1日2日休もうったらもうずーっと休みます。もうそんなんですよ。だから、ね、やらなきゃダメだなーっていうとこですよ。ジャマさん、無理なさらずね、おはようございます。ギャラクシーココさん、ナコさん、イクミンさん、ヒヒさん、ジーネコさんね、2回目ライブで。座禅猫さんね、引き続いてありがとうございます。みさまさん、よしてこやさん、ともりんさん、じじ猫さんね、ばっちりベルマークが出てます。みさまさん、ありがとうございます。きゅうちゃんさん、ピックヘッドさんね、ビッグヘッドさん、またまたおはようございますね。みさまさんね、ひょっとして、推理文庫、
そうね、おはようございますね、ブラウンさくらさん、無視されて気がついたベーグヘムが始まった、うん、ミカさん、そうそう放送してました森さんのね。でもあの人もやっぱちょっと、アフリカでは結構な人気の人ですから、あの人ね、村長なんかにはそれあれですよ、うん、そうメゾンシェイトでやってましたね、すぐに配信ありがとうございますね。アンパイアがのことの何知ってるべきです、アンパイア知ってるべきですよ。おで普通目に入るでしょ、アンパイアだったら何してんだあの男はよとか言って一般だったら追い出すでしょ。でそれは分かってるわけですよ、追い出さないわけには。だからなんか無視しててちょっとひどいんじゃんっていうような感じ、英語理解できない、いやいや英語理解できないってことはこれはありえません。あのいろんな国の言葉知ってるはずです、アフリカももちろん英語もできますし、ただあの話すようなあれじゃなかったですよね、遠くからだったんで、うん、そう無視されて気がついたらゲーム始まった、読みました、そうそうそう、ちょっと失礼だろメッツはよっていうような、うん、森さん英語理解そんなことはないですよ、もう英語できなければ入れませんから、外交官っていうか外務省の人間ですからね。おはようございますミカさんね、さっきの目覚ましい、そう、すぐに配信ありがとうね、アンパイアがことのなのでし、うん、まあそういったことでこの森さんっていうのは結構まあ最終的にいくとこれからちょっとこのお二人を守りするための、すごいなんかお目付け役っていうか力持ってる人なんですよ。だからニューヨークで言うとちょっと森さんにはあまり裏の人たちにもちょっと歯向かうことができないんでしょうね。怖いでしょう、多分それ言われちゃうと取引ができなくなるから、いろんな国もうこの人も相当回ってるみたいですね、アフリカで。実際この人なんかもう村人の中に入っていて、もうそんな出世なんか考えない人だったんで、もう気楽にやってた感じですから、だから人徳はあるみたいですよ、向こうの村長と。だから逆にそれが怖いでしょ、ニューヨークで金儲けしようという思うやつたちはね、だからへつらってくるんじゃないですか逆に。まあそのへつらってきても近づきにはならないと思いますけどね、アンパイア、うん、日本の存在感がどんどん下がってる、そうそう馬鹿されちゃってるね、職場に到着続けて2本目あったんだ、あみみちゃんママさんありがとうございます、特にニューヨークでね、後でアーカイブで見てくださいね、仕事はまた大切です、特にニューヨークで、そう、ジャパンナイトなのに無視そうなんですよ、ジャパンナイトなのにちょっとまたちょっとひどすぎますよね、ジャパンナイトの日にっていうね。ニンジャライブありがとうございますね、シーズンのメリーさん、3月さんね、3月のうさぎさん、子守に遅れた感じですよ、そう三沢さんね、シーズンのメリーさんね、ジャマンさん、下駄君が闇の世界に引き入れられる前に、政府が対応でき防御することに請求しました、マナさんと三角さんの部分ね、そうなんですよ、ちょっと防御できなかったんで、だから前のやつ飛ばされたじゃないですか、なかなか前の前任者も素晴らしい人だったんですけど、まああんまりね落としちゃいけないのでカナダに行きましたけど、まあ結局あれね左遷させられたようなもんですよ、何してたんだてめえはよと、何をやってたんだ今までっていう、で偉めにもしならなかったからよかったようなもん、世界的にね日本の大恥を荒らしたさらしたらどうなってたと思うんだということで、すごすごとねカナダに行っちゃったじゃないですかね、まあ、あれもちょっと左遷人事ですよ、あの人何やってたんだてめえはっていう、ね、感謝ですね、そうそうマルさん三角さんね、うん、そうなんですよ、トタンちゃんさん2回目の配信ありがとうね、素敵なジャパンさんの配信に心が、だから僕もだからそういうふうにですねやっぱり飢えてるわけですし、やっぱり、うん、大切だと思ってますよ、守らなきゃいけないというとこなんですよ、だから正しくやってほしいということで、だからまあ良かったと思ってますよ、そんな感じで、まあ、僕のところを通じてですけど、そういうことができたっていうのはね、うん、森さんの面目もそう恥ずかしい、それちょっとやばいよそんなことやっちゃったらね、
だからまあちょっと次の機会をやるちゃんと儲けますみたいなことを言ってましたけど、いやいやメッツとかそんなんじゃなくていいから、ニューヨークヤンキースでいいから、ヤンキースでいいの別に、他のとかいいよ、いらないよメッツしょうもねえな、マリナーズしょうもねえなって、メッツマリナーズそんなのでやんなくていいよって、グレスさん、やはり健全な時間帯に健全な YouTube の発言を、ネガティブなフレーズの繰り返しは一向するところがあります。発信者の勝手だというのは、独善的すぎましたが、自分に対して耳鳴り障りなチャットに反発するのは、大人のすることかな。 YouTube を発信する限りそれくらいの努力を見せてくださいって。健全な時間帯に健全な、わかんない、グレスさんの、俺を批判してんのかバカなのかわかんない、よくわかんないけどバカだからまあいいですよね。森さんは完全に無視されてました。そうなんですね、観客は結構入ってますね、おはようございます。ちょっと世界に対してあれやっちゃったんで、やらかしちゃったと思ってたんじゃないですか。あれちょっとどっかニューヨークがやってくれるんじゃないね、ヤンキースの方がね、エミアの告白も国民の気持ちを逆でする結果になりました。チーズの上です。ミントチコちゃんさん、これから整骨院に行ってきます。後でアーカイブで、見てください。ありがとうございますね。好きな時間に好きなように参加させてもらって、ありがとうございます。見ると、まあアーカイブでね見てもらえば十分ですので、ミントさんお大事にね。シーズンのメールさん、ジャマさんの忍者ライブ眠れない、高齢医者に、最新情報を提供してくださって救われている人が、ああそうですか、もうありがとうございます。このエイミア殿下の皆様、宮内庁の方々読まれて OK を出されたのでしょうか。いやー、これは、まあ、秋宮さんだけはこれ、あのゲラズリは見たと思いますよ。で赤ペンは入れてると思いますよ。三十数年にわたる友好関係でしか信用してたかも。陛下一家はお読みになったの、いや、まあ後で見ることはあっても知らなかったでしょうね。このような低評価初めて見ました。そうそう、イキさん、サムネイルなるほど残しておきたかったのですね、つぶやきですか。そうね、アメリカでもありましたよ。ああね、いつもフロントで、体調不良を訴えるのはほとんど寂しいからですよ。日本と頑張る姿が痛しく、なんでそこまでと思うのです。決してあなたのアンチではないけど、人生の先達が若者に対しての見せかけとしつ悲しいのよくわかんない。もうグレスさんもよくわかんないから、もう、そんな俺に、執着しないで他のやつ見に行ってくださいよ。どれだった、ユーザーね、他のやつ見に行ったら楽しいんですよ。わざわざ情報収集に俺の方も来なくていいのね、よろしくお願いしますね。見なくていいからそういう人ほどね、僕のところで情報を持って他の人にやることが危ないから、怪しいから。だからもうちゃんとしたあの情報のつかみ方とか、あれ正しい方向に進むっていうことがあれですので、僕は憎んではいませんよ。いい方向に行ってほしいだけですから、それだけです、ね。だからまあ、なんだかんだ言ってもやっぱり、そうやっちゃいけないから、陛下にやっぱり泥を塗っちゃいけないからと言って、みんなが頑張ってスキャンダルにならないようにしてるわけじゃないですか。じゃあそれスキャンダルになったらいいのって言って、そう、雑誌社の人はいいかもしれないけど、日本人として恥ずかしいことやっちゃいけないよということ。ね、まあなんかあのお困り者の挟まったような、なんか上から目線でグレッサー言ってくんで、そんなのはね他のチャンネルに行ってくださいよ、ね、生意気なこと言っちゃったらダメよ。あんたも俺も同じ目線だから、ね、あんたが偉いとか俺が偉いとかいうことじゃないんですよ。偉い偉そうに言ってくれますからね、自分でチャンネル作ってね、自分でやることよ。そしたらあのグレッサーの言い通りにあのチャンネルとか動画作れますんで、俺が見に行ってあげますよ、あなたが作ったら。で俺が行ってね低評価したりとか、俺がコメントを言ったらどれだけ嫌か分かるはずです、自分で。これだけ僕がやってんのにっていうね、チャンネル作ったら教えてね、俺のとこにね。でもあの連絡取る方法はないけどすいませんすいませんね。キューちゃんさん、ジャマンさんは今日も悪魔の
佐々木に打ち返しましたね、うん、もう今日負けそうでしたね。販売前に注文受けたりブックサインしたり、うん、ジャマさん目玉のマッサージも、うん、それもしないとね。吉手今夜さんで、ね、つぶやきは人に聞こえないように、ように言うからつぶやき。でもこのグレスさんも俺の動画ねちょらっと見ただけでやってないですね。自分が1日ねもう今1年8ヶ月ぐらい俺1時間半とか2時間を2本空けてますけど、それやってからやったら分かると思うよ。毎日も休まず、1日休まず、1日も。で、今1年8ヶ月は2本やってますけど、その前は1日1本やってましたんで、かなり長くやってますよ。で、1日前に調べて、やってみたら分かると思う。そして、動画作ってください。僕読んで。だから僕はいろいろコメント書いてあげるから、あなたのところね。でも、まあ、悪いコメントは書かないよ。うんうん。ご苦労さんって書いてあげますから。よろしく。ジャマンさんは今日も悪魔の、そうね。ジャマンさんはメダルマッサージのね。吉瀬公園さん、つぶやきは人に聞こえないように言うからつぶやき。人を通して一般市民に圧力でもかけておきたいのかな。うん、林宗さん、グレースさん、ジャパンさんは素晴らしい方ですよ。全員の方はね、寂しくありません。宇宙からやってきた、ね、菩薩様、ね、ありがとうございますね。ありがとうございます。まあね。イーさん、アーカイブ。まあ、毎日ね、まあそういうふうな感じで、変な人を、来なくなっていくといい人ばっかりしかないのでいいんですね。まあそんな風に世の中にね不満を持ってたりなんとかっていろんな不満を持ってる方がいるんじゃないですかね、そういう風になると結局宇宙の原理としては自分に返ってきますからね、うん、まあ俺もねあんまりその体調がどうのこうのっていうことを言いたくないんですけど、でもちゃんと正直に遅れたのはこういったことでしたよって一応言うようにしてますね。うん、遊んでたんじゃないですよということですよね。アーカイブ毎日ね。あっちゃ、アッキーさんは村岡でツイッター始めたらよろしい。うん、やったらいいんですよ。まあ、村岡でツイッターでもダメですね。やっぱりちゃんと自分の名前顔を出して、それで動画をやると。だから俺みたいに、夜中でも、いたずら電話かかってくるとかね。そういうことをやらないとダメですよ。ダメダメ。それやってみてくださいみんなね。そのやってみたらわかんな、うん、今ハンバーグが焼き上がるからあいいですね。ケイケイ君へ反省してるのかな。ゲタ君も出すかな。ピーちゃんさん、ジャマンさん、皆さんおはようございますね。通知が来なかったらライブ始まってるの気づきませんし、あね、シズメリさんね、ジャマンさんのライブ冒頭の健康状況はジャマンさんファンにとっては自由な冒頭なのですいません。いや、調子が良ければまんま時間も長くできるんですけど、やっぱりこう、なんで遅れたのって言ったら、やっぱりちょっと調子良かったら悪かったりしますんでね。XJR さんね、宮さんの本買ったけど買わなければよかった。なるほど。後悔したんだ。なるほど。高え本買わされて、ね、ジーネコさん、ジャマさんの切り返し素晴らしいね。すみれさんおはようございます。ジャマさんお疲れ様です。ありがとうございますね。まあでも、そういう人もね、他のチャンネルに行った方が、素晴らしい時間が一生の時間を過ごせるんでね、いいと思いますよ。俺のとこに情報は来なくてもいいじゃないですかね。俺ディスられて、もう他のとこでもいい情報がたくさん楽しいとこありますんで、そこはいいと思うんですよ、うん、まあ、そういう風にしていったらねいいと思います。俺相当、まあ、チャンネル数少ないって言うけど、排除してる人も多いからね。それは少なくなりますよ、それはね。うん、ごめんなさい。ということで、今日の内容的にこうね、ちょっと合わせます、これね。一番伝えたかったことですね。これを、これをね、デイリー新潮、これが出しておりますんで、これを出していきましょうか。最初ね、先ほど合わせました。ちょっとずれてるので、ズレを修正しますということで、これでどうだね、ぴったりいきました。デイリー新潮ですよ。秋篠宮様が前代未聞の書、秋篠宮で国民に伝えたかったことは、はてなということですね。これ、まあ、今日の日付で、ちょっと朝らしくなってるよね。5月16日だよね。ですので5月16日月曜日朝6時配信ね、まだ4時間も経ってないじゃないですか。4時間くらいか。
新しいやつよこれね、もう超新しい。まあそれに出てるやつを読んでいきます。これがもう秋篠宮で、まあ、言いたかったことね、僕も先にね言いたかったこととは他の情報も入れましたけど、かなりもう先ほど言った情報なんかね誰も知りませんよ。もう秘密裏になんとかやれたことでうまいこといきましたんで、だから他のところでは知りません、うん、だからまあなんとか裏ではねやっぱりいろいろ支えてる方もいるんですよ。そんなお話にならないように。またあれがねやっちゃったら秋ちゃんも今大変なことでしたよ。娘たち息子娘たちがやらかしちゃったんで、また大きなやらかしでだったですよ。表に出なかったんじゃないですか。よかったよねということです。うん、小室さんとの婚約報道から結婚まで、あ、それとこの本に関してはねちょっと嘘がありますんでね、そのこともさっきちらっと言いましたが、まあ全部は言いませんけどちらっと言います。それもね、それも知らないことですからね、出てないことですから。いや、秋篠宮様に直接取材したジャーナリストがその肉声をまとめた本が発売された。5月11日に発売されましたね。5万部吸ったとかいう噂もありますけど、どうかな、1万部そこそこじゃないの、諸冊本って。そんな売れると踏んだかな。小学館の人もある程度は諸冊でどれくらい初版本っていうかね、印刷1回目の印刷ってことですよね。うん、まあそれで何冊吸ったのかな。売れるほどしかまず吸らないんですよ。で売れてからまた印刷すれば1週間なりでできますでしょうからね。対位問題から小室さん夫妻の案件まで、国民の一大関心事について当事者の胸の内が語られた画期的な内容と言えるだろう、うん、その当事者というか江守さんにとっては画期的だったんじゃないの。国民に対してみれば、うん、なんかそういった情報は今まで出てたし、天竺ネズミの話とか、俺はこの時初めて知ったんですけど、で検索してたら、あ、昔からそんな情報あったり、それはあったよって言って、あ、書いてるということなんで、あ、わかね、初めて出る情報ではなかったのもありましたよね。うん、まとめた本が発売されたということですね。当事者の胸の内が語られた画期的な内容、まあ、胸の内というか江守さんの胸の内じゃないの。もちろん公的に許諾するかどうかは別として、秋篠宮様に無断で発表するはずもない。それでは秋篠宮様がこれを通じて国民に伝えたこと、買ったことは何なんだったのかということですね。もうそれいきなりその知り合いであってですよ、30年来の。そ、知らないで出すことはできないでしょう。だからある程度ゲラ刷りというか、まあ、原稿のゲラ刷りを出していって、それで赤ペンでね、これは出してよい、出して、加筆してほしいとかいうのはある程度伝えると思うんですよ。で出しちゃダメということは赤ペンであって、これは出さないでくださいっていうのはあると思うから、まあ、そんな中だから知らないってことはないですよね。ね、まあそんなね、ピンクのチラ見せなんかよくわかんねえな、まこちゃんの。ピンクのチラ見せって、ただピンク色の服を着てただけでしょ、これ。ちょっと、チラ見せって言うと俺もまた見たくなるじゃないの。ん、別、どこがピンクなの。ピンクのチラ見せとかチラとか言わないでよ。別にこう、なんか大きなズボン履いて、なジーンズ履いて、どこがチラ見せなのよ。もうちょっと、サービスしなきゃ、サービスじゃないか。俺は国民にサービスしてもらっても困るんだけどね。まあ、俺がサービスしてもらっても困るし、まあ、小室君はちょっとまあいいね、今までとちょっとあれな感じですか。なんだこれ、見ないよ、もうこれな、なんか写真を。写真リンク貼ってたから一応言ったけど、え、自由の国アメリカでリラックスした様子の眞子さん、ピンクのチラ見せでラフな、どこがチラピンクがあったんだよ。まあ拡大すればあるのかもしれないけど、別にチラ見せは別にいいよ、別に気にならない、そんなのは。ちょっとチラ見せっていうから俺もね、またエロジジーだからちょっと見ちゃったじゃないの。
すみません話の故障って。問題の一冊は11日に発行された秋篠宮、まあこれタイトルが秋篠宮殿下とか秋篠宮家とか秋篠宮様じゃないんですよね。秋篠宮、人間秋篠宮っていうような感じですか。でそれいいの、それをこういくら30年だろう、まあそのなんかね独占告白本みたいな、なんかそんなタイトルみたいな言っちゃってどうなの、小学館。著者は元毎日新聞特別編集委員でジャーナリストの江守敬治氏だ。江守氏は2017年6月から22年1月までの間に合計37回宮邸などで秋篠宮様から直接話を聞いてきたという。江守氏が秋篠宮様と向かい合った4年半には、秋篠宮様が眞子さんの結婚問題と向き合った時期と一部重なっているようだ。この期間のことを駆け足で振り返っておくと、秋篠宮家の長女眞子さんが ICU の同級生である小室圭さんと婚約の準備を進めていると NHK がスクープしたのが17年5月、同年9月に婚約が内定し、2人は会見を行い、翌18年3月に納采の儀、一般家庭で行う婚約を、そして11月に結婚式を取り行う予定だった。予定ではあったんですが、これがまたね、ちょっといろいろ借金問題を、母親の、それが出てまして、ちょっとごたごたになっちゃいまして、それでちょっとバレちゃったんで、ちょっと長引きました。というところですね。苛立ちを募らせて、しかし17年2月12月に、圭さんの母佳代さんと元婚約者との間の金銭トラブルが報じられ、その後に納采の儀など結婚関連の儀式を2020年に延期することが発表された。これはまあマスコミ の雑誌記事でね、すっぱ抜かれたということですよ。まあそれ以来、このちょっとみんななんかマスコミっていう、マスコミ嫌いになってますよね。またそのマスコミに乗せられた国民も嫌いっていうような感じでしょ。お前らなんだということでしょ。圭さんは18年8月に米法ダム大のロースクールに入学し、国際弁護士を目指すことになった。まあ目指すことになったっていうことですね。秋篠宮様はその年の11月の誕生日会見で、多くの人が納得し喜んでくれる状況にならなければ納采の儀を行うことができないと述べられ、20年の会見でも同様の発言された。しかし一方で結婚を認めるとも発言されたっていうので、まあちょっとね、まあこれが日本国憲法をなんか出してきてですね、まあそういうふうに言ったということですよ。まあそれはちょっと違うだろうという。それとまた借りた金は返せよということですか。借りた金は返せよって、まあいろいろ返す返さないとかってね、あれはねもらった金なんだとか言って、まあいろいろごたごた言ってましたけど、じゃあもらった金なんだったら、そういう意識があるんだったら納税してんのかって言ったら、いや納税してこなかったら後で気づいて後で納税しましたみたいな。まあちょっと、まあ何にしてもね、弁護士入れたりなんとかって言うと、ごたごたは、借りた金は借りた金なんだから、まあそのお金は現金として入ってるわけだから、じゃあ返して、なんかクリーンになったらと思うんですけど、まあどうしようもないですね。なんかわけのわからない雑誌じゃない、なんか小室文書を出したりとか、わけのわからないことばっかりやってましたんで、払えよ、400万。借りてきてても払えるだろうと。それとかちゃんと働きますんで、働いてたら数年働けばそれはカツカツだろうけど、なんとか払えるだろうって。いや払わないっていう、またこれはとんでもないやつですよね。21年4月になって、圭さん側は A4 で28ページに及ぶいわゆる小室文書を発表し、金銭トラブルについて説明を展開して、同年9月に圭さんはニューヨークから一時帰国し、10月に入籍し会見、そして11月には海を渡ったね。まあこれも言ってますけどね、まあ小室文書っていうね、21年4月とかその前にも出してますけど、この時にですね、
まあ、まあ、宮内庁の、まあ、秋篠宮家の人とか、まあ、西村長官とかよくよく書いてますよということで言ってましたよね。で、価値高ある皇嗣職大夫ですが、わかりますわかりますとか言って、あと西村長官わかりますわかります。で、この時に秋篠宮殿下も読んでいてね、最初わかりますわかりますって言ってたんですよ。なかなか、ちゃんと、ね、説明責任を果たしてやってますとか最初のうちは言ってたんですよ。で、後で言った言葉だと、あれダメだ、あれダメなこと書いてるよって言って、まあ、当初は秋篠宮さんもね、なんかそういった流れで、まあ、よくわかりましたみたいなことでなんとか収めようと思ったんですけど、国民がね、それはダメだろうということでしょう。この本を読んだ記者は、皇族が自身の心の内を明かすことは珍しいことはありませんが、珍しいことではありませんか。ここまで直近の国民の一大関心事について言及したというのはかつてなかったように思います。ジャーナリストを介しているとはいえ、貴重な証言だと感じましたと評価する。まあ、貴重な証言？いや、ちょっと違うな。証言だったらこれ本当のこと言ってないわけですから、嘘って言ったら悪いですけど、まあそれ証言どうなのということですね。まあ身体検査についての公開、まあ、この小室君の身体検査とかいうことですか。まあ馬の骨検査ですね。まあ、どこの馬の骨ともわからないやつの馬の骨検査これを身体検査っていうかね、まあわからないようにしてんの、まあ、じゃあやってたのかやってないのかということですよ。調べたのか調べてないのか。そら一応普通の家でもあれでしょうし、普通の家じゃなくてこういった宮家だったらですね、一応それ調べるでしょう。娘の旦那どんなことしてた人なの、お家はとか、まあ、そこへもね、まあそれもちょっとうーんとか言って言わないんですよ。身体検査についての公開、秋篠宮様が国民の目線や考えをかなり深刻に受け止めていらっしゃったことがよく分かりましたって、マジで、会見でもそのような趣旨の発言を繰り返されてきたわけですが、本書には圭さんとも複数回直接会って国民への説明を切に求めたとの記述があり、それがままならないことに苛立ちを募らせていたのではないかと拝察します。うん、まあちょっと小室君とも会って話したんだけど、何回もちゃんと説明責任を国民にやんなきゃいけないよって言っても、これは小室が言うこと聞かないということで、それがままならなかったって、こいつが一度ね、まあ娘の旦那のもんだから、娘に文句言っちゃったらまた娘が俺に文句言ってくるしっていう、まあままならないって。でもまあいい旦那とは思ってないでしょうね、それはね。同書にはこんなやり取りがある。殿下が結婚するときは皇室会議の関係もあり、紀子妃殿下の身元調査をされたと聞いております。今回は相手の男性の家庭環境などを事前に調べたりされましたかと江森氏が尋ねた際に、秋篠宮様はまあ個人情報がいろいろとうるさい時代なので、家庭状況などを調査すること自体に問題がありますと語ったというね。だからその個人情報がいろいろうるさい時代なので、家庭状況などを調査すること自体に問題があります、だからできませんでしたよというふうに取るのか、その秋篠宮さんはその言葉の前にうーんと言ったのが、いやいや、いろいろ調べて、俺たちは積極的に調べなかったけど他の人から情報入ったけど、いやそんなことは関係なしで、ただ自分たちが個人情報を調べたかというと、なかなか今難しい状況なので問題がありますと、だからやらなかったっていうのはなんか意見を言ってますよね。いやそうじゃなかったということですね。事前に宮内庁に調査を依頼しなかった、これ見えてる？事前にが見えてたらいいよね。あ、ちょっと半分切れてるな。ちょっと待ってください。ちょっと上げるね。
事前に宮内庁には調査を依頼しなかった。宮内庁と関係がある人間には相談していた。週刊誌報道で伝えられているような内容はやはり把握できなかったというとの記述もありますね。いわゆる身体検査のようなものが行われなかったことは一部で知られていましたが、それが事実だと分かったのは大きいと同時に、秋篠宮さまがそうしなかったのを、悔いているように見受けられましたね。どうということで、これ、ちょっとねここで大きな問題がありますけどね。まあ悔いておったということですよ。で本当にやらなかったっていうこれのやつをですね、本当にまあそのまま受け取ったとします。僕たちがね、ああ秋篠宮さんもまあいろいろそうなった感じで言わなかったんだ、調べなかったんだと、まあ調べなかったとしましょう。 100% ね、調べなかったとしましょう。そうじゃいけないよということになったんですね。でいろんなことがちょっと、もう本当言うとですね、もう秋篠宮さまは調べなかったけど、もう周りの情報でやばいと、どうもいろんな金銭問題があるしちょっとやばいようだよということでですね、どうもあったようです。でそれを、もう無視していたという、まあ文句、それで文句を言うと娘から、話もしないか口も聞いてもらえないというその状況が続いたんで、うまくできなかったんでしょう。でここでですね、そのまま進んでいってはやばいということをもう気づいておりましたんで、ここからです。まあこれね、僕のとこに知ってる人は、僕は言ったからあれなんですけど、これは971庁のトップの人とか、あの政府のでもトップの人しか知らないことですよ。言っちゃっていいの？俺やばいよね。もう何回か言いましたけど、今のとこ大丈夫だからいいですけど、ね、安倍さんがいろいろ悪いこともいろいろ言われます。もちろんそのほらね、いいこと悪いことあったでしょう。盛りかけ問題とかありましたが、安倍さんが首相の時にですね、まあいろいろ情報がこう入ってきて、ちょっとやばいそうだよと、やばいやばいよ小室っちはっていう話が、え、マジなん、まあじゃあちょっと調べておいてということで調べたようですね。で全部それが調べが入ってきて、血の気が引くようなハート、これやばいということで、こういった状況が調べたら入ってきましたよと、ほら、秋様にも秋篠宮様にも会ってちょっとこの状況を説明して、ちょっと、進言しなきゃいけないということですね。もし知らないんであれば。でちょっと、進言したそうです。これはちょっといろんなことがあって、これから先ちょっとまずいことになるかもしれませんよということで、まあご再考っていうか、ちょっとお考えをちょっといろいろ考え、もし知らないんであればこうこういった状況ですよっていうのもそれ出したそうですね。だから知らない、まあその時点はこの時点以降かもしれないですよ。この時点がもう信用しましょうね。一応そういうふうに事前調査はしませんでしたと、秋篠宮さんはね、個人情報がやられませんでしたと、まあそれを全部信じたとしましょう。その後ということにしましょう。じゃあその後で、時のね安倍さんが調べて情報予報を出して、ちょっとまずいと、で全部調査する処理も全部秋篠宮さんに送って、でちょっとこれはあれだから、あまりにもちょっとあれなんじゃないですか、もう一度ご再考するかちょっと熟慮された方がいいですよということをちょっと言ったんですが、その時にもう無視したらしいんですよね。むしろそんなことはもう言わなくて分かっとるとか、まあまあそこまで言ったかどうか分かりません。ただ無視をされたということだけですね。安倍さんは無視をされたということですね。まあ、それに対して、何を言ったかっていうのはこれは分かりませんね。正直なとこは分かりません。ただ、それに対して無視をされたっていう、もう全然その話はどんどん進んでいったと。まあちゃんと自分も調べることは調べてやることはやったんだけれども、もう本人が決めたんだったらそれは秋家の問題だから仕方がないということなんですけど、もうそこ辺からね、ちょっと安倍さんと秋家の仲がちょっと冷ややかになっていたっていうのがあるんですね。なんでそんなこと知ってんのとか言って、ちょっといろいろね、なんか聞かれましたね。
でも知ってる人は知ってるそうです。でもほとんどこれも知るはずがないから、なんで知ってんのっていう。まあでもいろんな方から聞いたからですよということですよ、うん、でもう本当に上層部しか知らない、まあ政治家の中でも知らない、安倍さんもちろん知ってるんですけど余計なことは言えない。まあだからまあ安倍さんも悪いというかいろんな情報もありますけど、いいことはやっぱやっていたはやっていたんですよ、ちゃんと。まあ世の中がちょっとねまずくならないようにっていうことは一応やっていたけど、まあ完全無視っていうことで、もう全然話も聞いてくれませんでしたっていうことですね。それなので、もう、なんかちょっと冷ややかにこのお二人がなっちゃったっていうところですか、そこまでしか言えませんね。講師の品位、うん、だからまあ、結局は途中で分かってたわけですよ、うん、みんなびっくりしちゃったんじゃないですか、それで、まあ、処理が全部回ってきたから。もちろんキーコさんも見たでしょ、それね。もうそれに対して何なのよっていう匂い、まあ、それがどうなん、何なのよって、まこちゃんが怒っちゃうから、私の結婚相手に何なのよ、ね、まあ、何なのよだったら、ちゃんと身入れにしとけよというような感じがしますけどね。金は返しとけっていうあれですね。皇室の日に道省には金銭トラブルを全て小室家の話だ、秋篠宮家は全く関係ないと秋篠宮様が語ったとされる文言がある。まあそれはそうですよね、それはもうその通り、小室家の話だからこれは関係ないよって、まあ、その通り、結果的にプライバシーの問題が立ちはだかって調査が徹底できなかったとしてももう少しやりようがあったのではないかと秋篠宮様は考えているようですね。小室家に振り回され、皇室の品に少なからず影響があったのを思いがあるのではないかと感じました。まあこれはね、まあ自分は被害者というみたいな感じで言ってますけど、はい、それで途中からは分かりましたということで、まあこれはね、私がちゃんとやりましたとは言えません、安倍さんもね言えませんよ。でもこういうことがあったということだけは、まあ、事実に近い形で皆さんにも知っておいて、まあ、僕のチャンネルに来る人だけは知っておいていいんじゃないですか。まあでもそれもね、これも都市伝説とかね、信じるも信じないもあなた次第というふうに言っとかないともうやばいですからね。まあそういうことですよね。まあまあ後ではこれ分からなかったはずはないということですね。でも多分僕は推察ですよ、これはもう娘がね言うこと聞かなかったんだろうと思いますね。まあこういった情報があるからこうだよって言ったら、何なんそんなこと信じるのとか言って、相当結局この正直な文章が出回っていて家庭が崩壊しかかっちゃって娘からも文句言われる、なんとか言われる、それでへきへきしてた部分があったから、それはもう安倍さん無視してたんじゃないですかね。安倍さんに対してですよ、ありがとうとは言わないんじゃないですか、もちろんね。だからまあそれ以上のことは言わないから、まあ安倍さんももうその、以上はできないということですね。情報は与えましたよっていう。で結局その情報をちゃんと市民に受けなかったことが今の状況にあるということですね、うん、やばいよということは分かってたわけですから、ねえ皇室の品位か、道省には金銭トラブルは全て小室、うん、その小室家の問題ですよね。全く関係ないと言ったんですが、全く関係ないのにこのまた真子ちゃんがですねその真ん中に、まあ、中央に出てきてしゃしゃり出て、相手の借金問題、相手の小室家の借金問題まで、自分がトップに出ていってやるもんですから、そうなるとちっちゃな認識の見旗を立てたようなもんですから、やりづらいということですね。うん、ね、全く関係はなかったと。そりゃそうです、秋篠宮さんはそりゃ知りませんでした、後にということですね。結果的にプライバシーの問題が立ちはだかって調査は徹底でできなかったとしてもということでね、じゃあもうまあまあ自分から親からはできなくて もう周りからやっちゃってるわけですから、これもしちゃってたってわけですよ。それに、いくらなんでもですね、
警察とかそういった人たちがやっぱり、要人保護として、一応これから旦那さんになるっていう人は一応警備するわけですから、警護警備するうちにですね、神奈川県警のなんとか調べればすぐ分かること、調べないでですね、親戚関係とかどこに家があるとか何があるとかいうのを知らないと警備できないので、聞いたはずですよ、それね。全く関係ないとね、結果的にプラス写真の問題があったからと言ってますけどね。小室家に振り回され、皇室の品位に少なからず影響があったのかと思いがあるのではないかと感じました。そりゃそうですね。それと、それだけだったらいいけど、ちょっと親子関係にまでひびが入っちゃったということです。もう数ヶ月も話さないというのは、同じ家の中にいてね、そういった感じなんですよ。最初はお母ちゃんも応援してたじゃないのっていうね、途中から分かったから、思わないでね。そうそうで、最初はいい青年だなと思ったけど、いろんなとこから他から情報が、国務省がやってきてですね、調べてみて、大変なことだと。これやばいっていうふうにね、だから最初はいい、青年ですね、みたいな紀子様も言っていたけど、後からやっぱ反対されたということですね。同書にはこの際、この他同書には、秋篠宮様の予想や、宮廷の様子、取材時の飲み物などが詳しく記されている、皇位継承順位第一位の皇嗣とはいえ、生身の人間であり、父親であり、夫である点を秋篠宮様自身が伝えたかったのかもしれないということで、デイリー新潮編集部が書いておりますね。新しいやつですよ。3、4時間しか経ってないですから、これ。新しいでしょう。そんな感じでしたよ。で、なんだかんだいろんなことも言いましたが、信じるも信じないもあなた次第ということで、でも絶対にこれは出ないことなので、だって971の下の人とか、政治家知らないんですから、トップの、それは知ってますよ、安倍ちゃんは。安倍ちゃん知ってますけど言えないんですね、そんなこと。口が裂けても言えない。仲が悪くてよかった、そんなこと言えない。ただ、一生懸命ね、接見してちょっと言おうと思ってたんですけど、余計なお世話なんか言われちゃって、そりゃもうこれ以上言えないよね。もうその本人は、ただ僕は伝えたよ、調べて伝えましたよ。で、それをちゃんと真に受けてれば、ここまではなかったということでしょう。だから当時の、やっぱり首相とすれば、そういうことも将来の憂いで、やっぱやったわけですから、何もしないということはないんですよ。ね、そういうことです。だからそこにちょっとね、嘘ではないか、自分が知っていたときには、そんなには積極的には、馬の骨検査はやれなかったということなんだけど、周りから本当は情報がそう入ってきてますよということですね。そういうとこです。ね、内容といったらそんな感じですので、ちょっと待ってくださいね。で、これでコメントを読みまして、で、終わりたいと思います。どのくらいやったの ?1 時間。もう頑張ったよね。俺もこんな調子悪いのに。すいませんね。どこまで読んだかな?途中までコメント読みましたら、そんなないと思うよ。あとはこうね、またね、いろんな、楽しいところがあったら、また楽しいところでね、いろいろ文句ある人は、またいいチャンネルを見つけてください。ね、でも、いろんな情報が出てこないと思うよ。ニューヨークとか、出てこないですよ、他のところでもね。一つの推察ですからね。いいんじゃないの。逆に話題になる、なんだかいいんじゃない。でもね、雑誌の人なんか結構見てきてくれるって言ってましたよ、俺のとこ。雑誌関係とかね、結構いろんなとこも来てんですよ。実を言うとね、前もなんか執筆しないかという話もちょっとあったんですけど、いやもう言いたいこと言ってますから、それどうぞ使うんだったらっていうふうに言ってましたけど、なかなか文章書いてもそんなあれじゃないんじゃないですか。名前も出さなきゃいけないし、 そんなね、執筆料とかなんとかくれんの、そんなくれるんだったら、それはみんなで、俺が頑張ってみんなで情報もらって出したにちょっと打ち上げしますよ。そんなのは出ないって知ってるから、またそんなもんじゃないしね。
だからもう使ってくださいそのままでということで言ってますよ、それはね。好きな時間に好きなように見させてもらいますね。30年にわたり友好関係ですが信用してたか。いやいや、もうちゃんとゲラズリする時にはちゃんと本人の目を通してますよ。勝手に出すわけにはこれいけないんでね。お読みになったのかしら。天皇陛下ご一家ひっくり返るんじゃないですか。そういうこともあったんだっていう、天竺ネズミモルモット、それがちょっと今正直っていうか、まあちょっと衝撃的でした。だからまあそういった学者のあれで言うと、ちょっとじーっと観察するっていう、どういうんだこいつは小室っていうのは動くんだろう。ナマズも一日あんまり動かないけどね。まあ学者的な好奇心でいくとじーっともう見てるんじゃないですか。でももう分かったということでしょ、あいつの動きは分かったね。こんな低評価初めて見ましたね。つぶやきですね。ジャマンさんは今日も悪魔、そうそうね、読んだ、コメも読んだよね。アーカイブ毎日読んだよね。私のライブには、ジャマンさんの本当に貴重な情報なのです、読んだよね多分ね。健康は心配、すみませんね。もう健康状況はもう言わなくてもいいんですけど、ただ俺も正直だから、じゃあなんで遅くなったのって言ったら、やっぱりもう正直に言いますからね。調子悪かったんですよ、薬飲んでたから。嘘をつくあれないじゃないですか別に。だから言い悪いっていうのはもう、元気になりますよこれから、ただ、まあ、ちょっと正直にね、今日は何だったのって話はちょっとすいませんっていうことですね。まあ、切り返しね、まあ、そんな感じですよ。国民からのアンサー評価を見てるかしらね、桜日です。だからまあ難しい感じですね、ジャマさんに長く続けていただきたい視聴者には体調チェックすいません、もう元気になります、もうね元気になりますんで、もう調子がいい時は何も言いませんよ、もうそれはね。平成8年秋篠宮殿下のお言葉、私も週刊誌の記事を読みました。私の根も葉もない、その女性問題についていろいろ話が広がっていってしまったわけです。ああ女性問題もなんかいろいろね言われてるのも、まあ俺は別に取り上げませんけど、別に、まあそういうこともあるんだ。まあまあね、まあ問題がなければいいんじゃないなって、問題がなければというか、ちょっと奥さんに言われちゃったらやばいだろうけどね。まあそうね、ありのままをね、継承なしなのが押して測るべしです。そうそう、吉田君さんね、これを通じて国民に伝えたかったことの言い訳は伝えなくて結構です。言い訳なんて聞かないよ。ジネコさん、臭いものには負担ね。でも漏れてくる匂いは隠せない。香水振りかけても余計変な匂いになりますよね。そうそう。ドルチェ&ガッバーナとかって歌いますか。ね、香水のせいだよとか言う。もうあれ、あの男の子、素直な感じで好きだったんですが、最近出てこないよね。一発屋っていうことはないと思うんですよ。やっぱりもう普段に歌ってるわけですからね。なんか好青年ね、ドルチェ&ガッパーナのはちょっと一曲がバンと売れちゃったけどね、最近見ないな。なんか好青年でいいじゃないですか。いい子いますよ。今日もなんか、まあ、昨日かあれ言っても、まあ、なんかいろいろファミレス行っても、まあ、おとなしい高校生ぐらいの女子高生の2人が仲良くてね、子供してるんですけど、女の子2人で仲良くて、こう、携帯見ながらおとなしくこういろいろ楽しんでましたよ。ああ、いい子たちだなとか思ってましたけど。ね、ジャマンさんお疲れさんで、朝一の病院から帰ったら配信されてたんでラッキーです。あ、もう終わりました。早いね。早いな。そんくらい早かったらいいですね。俺と一日かかるもん。ね、ピーちゃんさんね、安倍さんは生前退位の時にもとても大変な努力をしてた。やっぱこういうことは努力してても、これやったよとは言えないんですね。言えない。もう言えないということですよ。まあ、影になりやらなきゃいけないというところあるんでしょうね。秋篠宮さんは親しい合格医がいらっしゃらない。ジネコさん、あの時400万ポンと払っていれば、納采の儀は執り
慣れたのでしょうね、変なプライドを邪魔しましたね。納采の儀ね、やらなかったですけど、眞子さん、あれやった時は5000万かかるそうです。納采の儀だけで5000万円、5000万円なんかかかるそうですよ。そん中でね、400万円出せないのって、俺っていうか、まあちょっと俺って言ったら悪いですけど、納采の儀5000万円ですかとかって、ちょっと1割ぐらいちょっと安くしてもらえませんかね。業者頼んで、もうあれだったらちょっと安い業者、なんだったら端折っても構いませんから、間をで1割安くしてもらって、で500万くから、その中で僕は借金払いに500万使えますんで、400万円で十分だと思うんですけど、あと100万円は僕がもらって、それでもきっぱりとやりますん でどうよそれでと。いや、業者さん、もし宮内庁の業者だったらあれだ、僕は他のとこで安い人見つけてきますから、なんだったら学生のアルバイトでも使ってなんとかやりますよ、で1割は浮かしましょうと。そんな風にやればね、あれポンと出せるわけですけど、まあちょっといろいろね、400万円、あ、出せよ、借金してでもって、でコツコツ返せば、まあ年間40万ってことはないけど、10年かかると思いますけど、年間40万円、まあ80万円でもいいけど、5年で払うじゃないですか、そんな時ね。どうよ、なんかそれこれ払ったら、まあとにかく一回俺のポケットに入ったものは返さないっていうやつですか。まあそんな感じですよね。貴重な配信感謝です。あ、3月5日ありがとうございます。まあポツンポツンとは今まで情報的には言ってはいたんですよ。今日ちょっとまとめて言いましたけど、本当はいろいろなポツンポツンとはたくさん言ってます。ノリ藤原、違う、三津広新潟さん、いや新潟さんね、本を職員に100冊も押し売り、早速犯罪か。まあどうなんでしょうかこれね。まあ江森さんがどうにかすんの、やっぱこう、販売しに来んの、9710とかみんな買ってねとか言ってやるわけ。XJL さん、87万さんね、ジャマンさん、午前中配信健康的ですね。そうそう、朝早く起きて午前中配信して、で明るいうちに仕事っていうか、明るいうちに放送して、で日が暮れるとともに寝る、これがもう最高ですね。もう電気つけずに、まあ昔の人間と同じように昼のうち仕事して、昼のうち夜はすぐ寝る、これが最高なんですけどね。加谷さんは未だにアーケのクレカ持ってんのかしら。いや持ってないんじゃないですか。一応今は紛らしいお名前の方がいらしたので解明しました。あ、レモンバーベナさんね、おはようございます。元ミニですが、あ、元ミニさんですか。あ、紛らしいね、あ、レモンバーベナ、あ、なるほど、あ、わかりました、ありがとうございますね。クレカ持ってんのかしら。アーカイブで欠かさず拝聴してます、毎日ありがとうございます。ナマズは夜行性、ナマズ夜行性、なるほど。空いていればやか大切ですね。エムカさんも、大変だと思うけど、そうでもないですかねって、ね、税金ありきでいっさんね。すみれさん、永遠にまた、ムカムカしてきました。まあ精神衛生上良くないですよ。まあまあそんな人もいるんだと、世の中ありますからね。ミリマさんね、安倍なさんの忠告をするして、自分自身の、喪中婚も時の首相の忠告され、わがままを通さなければ今の批判はなかったのに。まあありましたね、前の喪中婚とか、まあいろいろね、それはちょっと、どうでしょうかみたいなことで、言われちゃって、まあ、そういうの言われるのが嫌なんじゃないですか。自分は自由にやりたいということですね、余計なこと言いたくない。だからでもいろいろね、娘さんともう同じ家にいながら数ヶ月も口も聞かなかったと、あれでショックだったんじゃないですか。だからまあそういうこともあってということもあるのかもしれませんというところで、皆さんのコメントも全部読みましたですね。もう大概やりましたよね、やったやったね。
ということで、まあいろいろね、俺もちょっと遅い時間になっちゃったんで、まあ、いろいろね、ジャックさんももうお仕事で行ってるし、他の人もまた、病院行ったりとか、夜中だとね、夜だと来れても今の時間も来れない人も、世界中では逆転ですからね、地球の反対側の人も来てますんでね、アメリカとか、まあ、いろんな国から来てますんで、そんな感じでしたよというところで、皆さんありがとうございました。なんとかね、1時間40分かやりたい方よね、薬が効いたからか、うん、まあちょっとガンガン痛かったけども、なんとかなりました。でもまあパーンとね、なんか目は覚めないし、ちょっと、これからちょっとあれね、あれしなきゃ、また今日は病院は行かないんですけど、あ、今日は役所になんか3回目のなんとか、ワクチン、あれの予約をしなきゃ、予約しないとね、またあれですしね、またあれも調子悪くなるんですけど、まあ、2回も受けたから3回目も受けちゃおうということですよ。ただだから、お金払いって言ったらやりませんよ。ただだからやるんです、こっちはそれだからやるんですよ。金取るって言ったらやりません、誰がやるかっていうような感じですけど、ただならやってもいいよということですかね。皆さんありがとうございました。なんだかんだね、まあこういうふうに余計な話をしておりますけど、なかなかにはですね、絶対にこれはもう他のとこでは情報は出ないというようなとこも一応出してますから、ちょっとやばかったりもしますけど、ちょっと大変なんですよ。だからまああんまり言わないことにもしております。まあでも今日たくさんね、朝から来ていただいたんで、ちょっとまあ、ペラペラと俺が出ちゃうもんですから、ごめんなさいねすいません、もうね、そういった感じですよ。まあアーカイブで聞かれる方はまたアーカイブでありがとうございましたというところで、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。またね、次の動画でお会いいたしましょう。今日ね、やっと2本作るのが、昨日の夜から夜中にかけてやろうと思ったのができなくて、やめちゃおうと思ったんですけどね、天使と悪魔がこう話してるのを聞きまして、うん、そうだね、そうだねっていうのが、ちょっと悪魔ちゃんの言うことがもう最近、そうだね、つらいもんね、寝た方がいいよね、うん、その通り、その通り、と思ってるんですけど、ちょっとね、天使ちゃんが、でも今までちゃんとやったんでしょう、うん、そうですね、ちょっと頑張ってるところです。まあ僕もね、いろいろこう、悪魔のささやきに負けないようにね、頑張っておきますよ。まあいろいろ、まあそれで、こいつバカなのかとかね、長い話はとか、体調がいいとこ悪いとかね、ごめんなさい、それはもうあんまり言うつもりないんですけど、でも気になる方は他の動画見たらすっきりするんじゃないですかすっきりするのかな。でもあんまりね、これはもう他のチャンネルのとこディスってるとか他のことじゃないですよ。もう普通に人間で人を憎んだりとか、そういうふうに悪口言ってずっと言ってると精神衛生上良くなくなって病気を起こしたりとか、長生きできないそうです。これはもう他のね、世界の、まあ、研究者であるっていうのがもう言っております。まあプラス思考でネガティブに行かない方が割と幸せに長生きできるというところでしょうか、楽しくね、というところで、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは皆さん、またね、次の動画でお会いいたしましょう。感謝してます、ありがとうございます、ついてます、ありがとうございました。